この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子な。こいつ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。分かってる、急ごう。邪魔だ。再生するのキリがない。あの穴から外に出られそうだ。二人ともよかった。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。死なないなんて。いや違う、確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何かグルゾ、対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったなんて。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。
顔のついた触手を狙うのだ。止まるな、もう一本も切り刻むぞ。こいつが町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。やったか。なんだあの大きさは。おお、
ありえん。あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。降ってくるなんて、こんなに大きな獲物が存在するなんて。やつは普通じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ町が危ない。何としても止めないと。槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、クソ。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。中止始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。貫くのだ。お前なんか嫌いだ。